空切断だった2角取れた可能性あるな。ブリザードランス、どうパルキア、さすがに一発は耐えるよな。クラはそんな耐久ないといえ、あぶねえ。近頃の伝説怖え。最近の若いもんは怖いよ本当。もうパルキアおじいちゃんだからびっくりしちゃったよ。頑張れパルキア、飛ばせ。いやー耐えられる。最近の伝説強いよ。はい、皆様こんばんは、マグです。ダイパーリメイク発売おめでとうございます。ということで、この動画が投稿されている時にはもうダイパーリメイクは特に発売してると思うんですが、皆さん楽しんでますかね。一応剣盾の動画も、続けて上げさせていただきます。ダイパーリメイクどうなってるのかな、対戦がすごい気になるところなんですけど、そっちが流行るようだったらそっちに移行したいけど、やっぱ剣盾みたいなランクはないのかな。というわけで今日は安直ですが、ダイパー世代のポケモンのみで、やっていこうと思いますが、めちゃめちゃ弱そうですね僕のパーティー。そのダイパー世代のポケモンあんま持ってなくて、いうやつをとりあえず突っ込んだらこんな感じになりました。待ってよ、雪目の子パルキア、ジバコイルで行ってみるか。ちょっといきなりゼクロムなんですけど、どうしたもんか。はい、お願いします。初手ドラパルト、これはドラゴンアローで殺されかねないな。どういうタイプのドラパルトかにもよるけど、壁張りで、ゼクロム待ってくるタイプだったら、まあ、ここはドラゴンアロー打ってこないと思う。っていうか、まあ、水流連打台まで防御振ってるやつなんで、そんじょそこらの火力のドラゴンアローだったら、まあ、耐えそうではあるけどな。レンジ入れとくか。迷ったらね、とりあえず。光の壁。まあ、そうやって多分、壁張って、ゼクロムで積んでっていうオーソドックスなパーティーだと思うんですけど、いい感じに壁ターン消耗したいな。とりあえずシャドウでいっか。シャドウボール、まあリフレクター貼って呪いで退場みたいなタイプだとは思うんだけどな。お、ラッキー。これはレンジャー最強。ていうかこの雪目の子地味に色違いなんですよね。ダイマックスアドベンチャーでキュレムを粘ってる時にね出た子なんですけど、パッと見色違いってわからないからね、あんまりその帯の色ぐらいしか多分変わってないんで。もう呪い打ってきたな。はい、まあこれでデクロム出して竜舞って感じかな。タスキがなくなっちゃったけど、ただ雪目の子の方が早いんでね、ゼクロムよりは。なんで硬化勢打っとけばなんとかなるんじゃないかな。それともそれ嫌って殴ってくるようだったら、道連れしたいけど、まあ、せっかく壁張ってるから多分竜舞したいと思うのよね。素早さ上げなければパルキアで勝てるから。おっと大魔切ってきたぞ。これ雪目の子大活躍するんじゃないか。ダイジェットしてもね、硬化勢で上げなければ、まあダイジェット1回だったら結局パルキアの方が早いんだけど、大魔されると悪空切断でやれないからな。さあゼクローム、ダイマックスなしの時は数減ってたけど、やっぱダイマックスありになるとめちゃめちゃ増えるよね。さあ素早さを硬化勢で下げて弱点保険か。まあまあまあ、まあ、これはいや大丈夫でもないか。やばいか、火力超上がるからな。ダイジェット、これは耐えないな。なんか道連れでも良かった気もするな。大魔切ってくる。あ、道連れは大魔に効かないんだった。危ない危ない危ない。大魔のルールをねちゃんと忘れないようにしないと。素早さ上げなかったんで結局パルキアで殴れはするんですけど、火力が非常に上がってるんだよな。これ磁場コイルから行こうか。持ってきておいてよかった。物理特化の磁場コイルなんで耐えてくれればって感じだけど、どんなもんかな。とりあえずダイジェットをさせずにこのままダイマ終わらせれればいけはするんだけど、ただラストはカプレヒレだった場合、悪空切断で固定したら負けなんだよな。そこがちょっと辛いとこだけど、どれぐらい耐えてくれるかな。様子見で身代わり打つか。第3弾打ってきたね。2段階上がってるからオッケーオッケーオッケー。身代わり張れるだけは何度か確保。この調子で一応ダイマ切ればって感じなんだけど、
ただきついよね。ただただ最終的にレヒレだったら負けあるぞ。これどうしような。もう鉄壁しても間に合わなそう感があるけど、一応鉄壁しとくか。まあ、ボディプレイで削ってもいいんだけど、結局悪空切断ではやれると思うから。第5世代のポケモンが第4世代のポケモンを蹂躙していく。これ第4世代までの伝説は特性も込みでやっぱそんな強くないよな。唯一強いのが海洋がぐらいか。さあ、なんとか大魔は耐えましたけど、どうかなこれ。鉄壁してて大丈夫かな。耐えたらボリプレでって感じか。雷撃撃ってきた。耐えるかな。いやでもフィールドあるからね。おお、耐えるんですね。すごいな。雷撃外れもあるからな。このまま殴って蹴れれば。いやでも鉄壁でもよかったか。どうだ。でも鉄壁じゃさすがにこの回復分じゃ耐えないか。守るがあればね、もっと耐えたんだけど、まあ、最終的にレヒレだったらもう負けなんで、今回雷積んでないから、まあここはボリプレでいいや。激輪固定か。まあ、最終的にパルキアだった時を考えてだろうね。そういえば壁あったのかな。ただこれパルキアで行ってうーん、いけるかな。パルキア相手にレヒレを出してないわけないと思うんだよな。かといってもダブルウィングとかじゃ倒せないし、ここは悪空切断打つしかないんだよな。やっぱ雷積んでくるべきだったか。はい、とりあえず当ててくれた。固定されちゃったけど大魔で他の技打てるから、レヒレじゃなければワンチャンあるか。お、鉄格や。おっと、カプレヒレを持ってきてない、パルキア相手に。俺いけるんじゃないの。大魔切ります。ここで取っといた。身代わり連打とかされなければ。まあ、身代わり、どうだろうな。削れば悪空切断で押し込めるか。回復されちゃうかな。どういう方の鉄格やかにもよるけど。さあ、パルキアダイマックス。皆さんはどっちを買いますか。シャイニングパールとブリリアントダイヤモンド。おい、どんなもんだ。おお、強っ。え、九州だろこれ。あ、一発。あ、さすがに九州だよね。強っ。皆さんパール買いましょう。パルキアが強いです。リアルガニもね、波動弾でね、打点あるんで対戦相手になりました。ここ起きてほしいな。ちょっと長引くからここで九州で倒しまおうよ。頑張れパルキア、起きろ。ナイス、いけ急所ゴール。あー、急所当たったけど倒せねえ。いや、ラブロス打ってきた。いやー無理か、耐えないなこれ。耐えろ。おお、耐えた。マジ、え、いけるやん。おいおいおい、再生じゃないのか。パルキア舐めたな、迷走してるからって。いけパルキア、ははあぶねえ。いやもう瞑想積まれてるから負けだと思ったけど、マジか、いけたね。対戦と出ました。まあ、これがパルキア愛ってことですよ。はい、お願いします。鳳凰か、なるほど。さらに過去作の伝説ポケモンですが、オーロンギがいるな。そしてマリルリもパルキアきついのよね。いやこれ雷積んどきゃよかったな。パルキアって雷を積むことで海洋ガとかの強いポケモンだから、今回大10トンの枠用に抜いちゃったのが結構失敗だね。これ雷あれば結構見れてたかもしんない。でもさ、これお相手見た感じさ、地箱で積めば完封できそうな感じあるよね。自信が痛いけどね。鳳凰の地箱行ってパルキア行ってで必須でいいかな。うん、ルヴァンはちなみにリストラされました。このボックスにとりあえずいた第4世代ポケモンぶっ込んだパーティーでは活躍できそうになかったのでリストラになりました。すいませんね。はい、お願いします。オーロンゲから、まあ壁張ってって感じだろうな。壁張って、でも誰で積むんだろうか。単純に壁張るだけなのかな。そう見せかけたアタッカー型の可能性ある。まあ積まれて面倒なのはヌオウぐらいかな。
鉄壁しますか。光の壁。これ相手だって物理アタッカーまみれだから、鉄壁積みまくったらワンチャンもう勝てるけどね。ただまあトリックが、まあでも壁から張ってきたってことはこだわりトリックないな。挑発、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ一回攻めただけでもいいか。じゃあボディプレイで殴りますか。いい感じに壁ターン消耗させて倒したいのはあるな。ちょっともう倒せるとこまで削っといて、いいターンで倒したいね。うん、ボディプレイ。壁ターンを濁すのが大事よ。うちのパーティーそういう絡め手がいないからさ。1個目だ。もう出してきたな。やっぱヌオーか。まあヌオーで積んでっていうパーティーなのかな。ああ、九死は当たっちゃったかこれ。ああ、ごめんなさいね。蓄えるしてくるって感じかな。じゃあもうパルキア出してって悪空切断で殴るか。悪空切断は急所に当てれる技なんでいけるんじゃないかなと思うけど、とりあえずここ再生だと思うんだけどな。今ボリプレで殴ったらいけてたかな。いやでも壁あるしな、多分いまいちだと思うよね。とりあえず壁も蓄えるも関係ない悪空切断で。ただオーロンゲに交代される可能性あるな。どう、こんなもんか。ド忘れ、ド忘れ、そっちか。いやだったらボディプレイで殴っててよかったか、あの感じ。いやどうだろうな。まあいいや、ここは急所狙っていくしかないな。悪空切断は一応急所ランクプラス1なんでね、打ってればどっかで引きそうなもんだけど。いいね、居座ってくれてる。オーロンゲバックされたら一発無駄になるけど、いけ、ナイスー。これが悪空切断。お相手の方運が悪いと思ってるかもしれないが、悪空切断は急所ランクプラス1なんで関係ない。そんな弱いポケモンじゃぶった切っちゃうよ。ヌオーのあのプニプニボディを空間ごと被災だ。さあオーロンゲ、まあ、これはまた自爆オイル出してきますか。まあこれであと鳳凰だったら積むこともできないだろうし。おっと、こいつで大魔しくんの、なんだっけ、巨大睡魔みたいな、確率であくび効果みたいな感じだっけ、それとも確定だったっけ、あんま覚えてないけど。久々に見たわこいつの巨大マックス。まあまあ別に自爆より寝てもいいからな。大フェアリー、あんま関係なかった。物理特化の自爆オイルなんでね、ザシアン見る用の。全然耐えるね。しかもこうなったらもう蒸発できないから鉄壁積むか。巨大睡魔だかなんだかもらっても別にもう眠らないしね、大フェアリーのおかげで。もう勝ちじゃないの。はい、コウさん呼ばれました、出ます。いいね、パルキアがヌオをぶった切ってくれたおかげでどうにかなったな。伝説バトルは見せれなかったけど、やっぱ急所ランク1の伝説専用技ですからね。こんな一般ポケモン突破してもらわなきゃ困るのよ。はい、というわけで、ダイパーリメイク非常に楽しみです。もうこれを投稿した時は発売されてるんで、僕も配信なんかでやれたらなと思いますので、よろしければ遊びに来てください。期待してるのはポケモンコンテスト、コンテスト、しかもオンラインでみんなでできるんだったら配信とかで視聴者の方含めてやったりしたいけど、どうなんだろうな、それは期待しすぎかな。できたら誰が一番ポケモンコーディネートできてるかバトルしましょう。非常にそれが楽しみです。あとダイパーのねストーリーほぼ忘れてるんで新鮮できると思います。それもちょっと楽しみにしております。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価やチャンネル登録などいただけれたら励みになります。コメントなんかもお待ちしております。お疲れ様です。皆さんダイパーリメイク楽しんでるかな。